どうも熱海秋発見渡辺です。今日は周佐様のご嫁を承りまして御殿場に来ております。そして御殿場は東名御殿場インターチェンジもございますので、東京からのアクセスが良好です。人気のアウトレットもございますし、生活のしやすい人気のエリアでございます。そんな御殿場からゴージャスな物件を紹介したいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。 GO！はい、のどかな風景が広がっております。そしてね、この辺りは一つ一つの土地が広いですので、非常にね快適に過ごすことができます。さあ今日はどんな物件を買っちゃおうかな。あれ、お財布がない。おてんば娘 in 御殿場、おてんば娘 in 御殿場ということで、本日紹介する物件はこちらです。ドン。はい、大手ハウスメーカーで建てられた洋風のお家でございます。そのね白い塗り壁がまたね高級感を出しております。まるでねホワイトハウスと言ってもいいような佇まいでございます。はい、じゃあね中進んでいきたいと思います。非常にね広い土地でございます。ここね外交はねちょっと現況での引き渡しでございますけども、この後ね自分なりに駐車場を作ってもらってもいいですし、あとはね芝生引いていただいて、ワンちゃんとかがね走れるようなそんなスペースにしていただいても、家庭菜園できるようなね畑スペース、いろいろと自由にできますので、非常にね広いですので活用方法はいっぱいあると思います。ではね建物の中進んでいきたいと思います。ではね建物の中入っていきましょう。このね見てください、玄関扉も非常に大きくてね重厚感あります。ではね早速入ってみましょう。ガチャ、ただいまー。おっ、ナレティブポイント。はい、ちょっと見てください。ここどこ、海外、見てください。このねまるでね日本じゃないようなこのね洋風の内装、アイアンの手すりであったりね、シャンデリア、このね入った瞬間のこの吹き抜け部分、非常にね素敵ですね。この後にもね随所そんな場所がありますので紹介していきたいと思いますので、この後もご期待ください。でねこちらの物件未入居物件でございますけども、内装はね最近完成したばかりでね、こういったところもね非常にねまだね未使用感出てますし、非常に内装ねまだ出来上がりの綺麗な状況でございます。ではねどんどん紹介していきたいと思います。まずね広い玄関です。そしてこちらの扉を開けていただくと、ドン、見てください。シューズクローク、靴何足置けますかっていうところと、この土間になってますので、家族の方こちらで靴脱いでいただいてね、そちらねすっきりした状態でお家の中に入れる、使いやすい作りでございます。はい、まずこちら、このねタイル張りもね非常にね高級感があって素晴らしいですね。私でしたらテーブルと椅子を置いていただいて、ゲストをねまず迎え入れる、そんな場所として、ちょっとねいらっしゃいませ、まずはこちらでお茶でもどうなんてね、気軽に遊びに来ていただいた方とお茶をする、そんなね空間にしていただいてもいいかなと思います。非常にね窓も開放感と明るさがあって非常に素敵です。ではね中入ってみましょうか。またねこのね白にゴールド、ゴージャスです。入ってみましょう。はい、こちら洋室です。またねこちらもねオレンジの壁で素敵ですね。またここもねシャンデリアございますので、ワンランク上の洋室っていう感じがしますね。はい、でねこちらにもクローゼットございます。おっと、ヨーロッパを感じさせる、そんなね素敵な空間でございます。こだわりが感じられますね。ではね他の場所へ行ってみたいと思います。非常にねこの吹き抜けで開放感ある、そして、ね、このアイアンの手すり非常に素敵です。はい、ではこちらの扉、先ほどねここはねシューズクロークから出てくる扉ですので、はい、ではこちら入ってみたいと思います。あらやだー、ちょっと見てくださいよ、このねちょっと欧米のドラマで出てきそうなこの水回り、このね壁紙、照明、そしてね洗面、そしてガラス張りのバスルーム、もうね開放感がたまんないですね。ちょっと開けてみましょうか。見てください、この高級感ある色でまとめられたこのねバスルーム、開放感ある中で非常に高級感ある素敵なデザインでまとめられております。本当ね女性はねウキウキしちゃうしつらいでございます。見てください、この開放感のあるトイレね、開放感あるわね。ピッて開かないねピッね。じゃあねこちらのね扉はね何でしょう、開けてみましょう。こちらね洗濯機置き場でございます。室内のね洗濯機置き場、非常にね嬉しいですね。はい、素敵な水回りを紹介しましたので、ね、次行ってみたいと思います。では次こちらの扉行ってみます。あー、ここも素敵ですね。ここもね広い洋室でございます。このね壁の照明がまた素敵ですね。そしてね天井も高い、そしてね、窓も大きい。そしてね、ここからはね、外に出られるこのね、窓もございますね。先ほどのね、洗濯置き場から、洗濯場のね、外に干すね、そんなね、便利な動線でございます。でね、ちょっと便利な動線、先ほど言いましたけども、ここね、開けていただくと、先ほどの素敵な水回りへとつながっております。あとはね、こちら。またね、見てください、このね、R の下がり壁。こういったね、細かいところまでこだわりのあるお家でございます。でこちらがね、はい、ウォークインクローゼットでございます。もうこれだけね、棚とハンガーパイプございましたらたくさん荷物置けますし、もうね、この高さも変えられますので数多く収納できます。ではね、また次の紹介に行きたいと思います。では上上がってみましょうか。いやー、ほんとね、テンション上がります。なんかね、自分がね、なんか王子様、お姫様になったような、そんなね、気持ちになれる物件でございます。はい、こちらね、見てください。ダイニングキッチン、またね、こうね、白でね、こうまとめられていて、このアクセントのゴールドがほんと素敵ですし、またね、照明もね、ヨーロッパのアンティーク風なこの照明がまた素敵でね、本当にこの棚もね、これだけあればいろいろ収納可能ですし、この扉なんでしょうね、ちょっと開けてみましょうか。はい、ここはですね、全館空調システムユニットが入ってるスペースでございます。建物全体で温度調整してますので、先ほどからね、快適に過ごしております。全館空調、これが、最初からついてるってね、お買い得だなと思います。はい、ではキッチン見てみたいと思います。いいですね、まずね、広いキッチンね、シンクも非常に大きいです。そしてね、作業場も広いですし、 IH、 そしてグリル、オーブもついておりますので、非常にね、料理のしがいがある。そしてね、ここにもね、作業台ございますので、でね、見てください、そこにね、テレビジャックございますので、そこにもね、テレビね、壁付けでこうね、 YouTube とか見ながらね、トン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 ってね、そんな風にね、料理していただくと非常にね、料理も楽しいかなと思います。ではね、ぐるっと回って、ここもね、回遊動線ですね、ぐるっと回れる動線でございます。ではこちら回っていきたいと思います。そうするとね、左手に階段ございます。ここはね、3階ではなく小屋裏収納でございます。はい、ちょっと行ってみましょうか。小屋裏収納ですので、天井の高さがね、低いですけども、これだけスペースあると、ここでね、寝ることもできるのかなと思います。夏はね、暑いかもしれませんけど、ここにもね、全館空調来てますので、ここもね、ある程度温度はね、保たれて快適に過ごせるのかなと思います。はい、ではね、こちら進んでいきますと、はい、右手にはね、バルコニーございます。広いバルコニーです。前にはね、この田園風景広がっておりまして、非常にね、快適でございます。これだけのスペースございますので、ここにね、テーブルと椅子を置いていただいて、お茶などね、していただいても非常にね、快適に過ごせるのかなと思います。でね、右手はね、広い開放的なバルコニーございまして、左手もね、階段のところの吹き抜けでございます。非常にね、ここもね、開放感があって広々と感じる空間でございます。はい、ではね、こちら進んでいきます。はい、見てください、リビング。まずね、広いリビングですし、このね、ゴージャスなシャンデリア、そしてね、この間接照明、こちらのね、壁もね、白でね、非常に素敵ですし、こちらにね、テレビのジャックついておりますので、ここにね、大きなテレビをね、壁付けでつけていただけると優雅にくつろげる、そんなね、空間でございます。ではね、次回っていきましょうか。とここでナベティブポイント。はい、今回ね、ここから見える景色を紹介したいのですが、お隣様の土地ということでちょっと大々的には紹介できないのと、天気が悪くてですね、天気がいい時の写真を見ていただければと思います。ドン。はい、見られましたかね。ですので、こちらから大きな富士山が見えるのとですね、綺麗に整備された芝生と欧米のような佇まいのお家がご覧にいただけて、まるでですね、欧米の田舎に来たかのような、そんなね、景色を楽しむことができますし、大きい富士山見ることができます。はい、今紹介させてもらいました、こちらには欧米を楽しめる景色、そしてね、先ほどね、反対側和風のね、田園風景の日本の景色、欧米ビューと日本ビュー、サンドイッチビューがナベティビューポイント。はい、じゃあね、行ってみましょう。ここね、ぐるっと回遊動線、非常に便利な動線でして、先ほどね言ったこのシャンデリアのね、この下にでもね、テーブルを置いていただくと、先ほどのビューを楽しみながらブレックファースト楽しむことができますので、非常にね、素敵な空間でございます。ここで最後の鍋ティビポイント。はい。では最後の鍋ティビポイントはこのね御殿場、非常にね広い市でございます。もちろんね市街地、山の中いろいろな物件ございますけども、広いですのでね車がね必要な物件数多くあるんですけども、ここはねその車を使わなくてもなんとスーパーまで徒歩10分、小学校までは徒歩15分とですね徒歩でアクセスできる好立地な物件でございます。そこが鍋ティビポイント。どうだったでしょうか。今回のこの物件、大手ハウスメーカーで建てられた長期有料住宅、全館空調でゴージャスな佇まい、あとはこの日本ののどかな風景を感じながら欧米のね風景も感じられる、そんなねダブルビューを楽しめる、そして車がなくても徒歩圏内で生活できる魅力的な物件でございます。あとは空き家の所有者様、空き家があるけどどうしたらいいのかわからない、私の空き家も YouTube で撮影してほしいというねご要望がございましたら、下記鍋ティビライフ株式会社の URL からお問い合わせいただければと思います。ではこちらの魅力的な物件、売買物件でございます。金額発表したいと思います。よろしいでしょうか。5,980万円。パシ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 。このね快適に過ごせる立地の中、優雅に暮らせるこの物件、ぜひねご検討いただければと思います。あとはチャンネル登録といいね、あとは他にも紹介動画ございますので、ぜひ他の紹介動画もご覧いただければと思います。では最後、いつもので締めたいと思います。熱海の A を作っていただいて、 A 空き家発見。ありがとうございました。